はい、皆さんこんにちは、ベースの秋吉です。ということでですね、今日もベースマガジン12月号から私が掲載されているページをお届けしますよ。動画第5弾ということでやっていきたいと思うんですけれども、皆さんお気づきでしょうか。こちらね、いつもと違う場所からお届けしております。いつもはですね、私の実室の中にある防音室からお届けしてるんですけれども、今日はですね、お茶の水にある ESP ミュージックスクール、私が講師を務めさせていただいてます場所からお届けしていこうと思いますので、よろしくお願いします。ということですね、始める前に小話を一つやっていこうと思います。前回はですね、ベースマガジン執筆の関するエピソードを一つ話させていただきました。今日はウォーミングアップってどのぐらい時間をかけてやっていったらいいのについてお話をしていこうと思います。ね、ウォーミングアップですから、まあ一つのエクササイズがあったとしたらね、まあいろんな時間のかけ方、皆さん人それぞれ違うと思うんですけれども、私がおすすめするのは5分ですね。つまり5分でございます。なぜかっていうとですね、だいたい一曲、皆さんの好きな楽曲とかもね、いろいろ思い浮かべながら聴いてほしいんですけど、5分以内に収まってると思うんですよね。まあ、そういう意味でも、一つのエクササイズをするときに、持続力、継続力も含めて、そこも同時に養っていただきたいなと思いますんで、5分間続けながらやっていってほしいなと思うんですね。例えば、エクササイズで言うと、私の経済しているもので言うと、60から80ぐらいとかって書いてあったら、60を5分間ずっとやっていただいて、そして65にするなり61でもいいですよ。で、70にするなり5とか10とかそういうふうに上げていただいて、またさらに5分間続けていくことによって、持続力、持久力も身についていくんじゃないかなと思いますので、まずぜひね、そこら辺も参考にしながらやっていただきたいなと思ってます。さらにもう一つ、ですね、エクササイズっていうのとはまたちょっと変わるかもしれませんけれども、自分が好きな楽曲を聴く、そしたらもうものすごいテンションって上がるじゃないですか。こう自分の好きな曲を聴くとすごいテンション上がってくると思うんですよね。で、そういった時にもうついでにベースも持って、右手だけでいいんでね、もう左手とか音程とかで出さなくていいんで、右手だけでもボン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 、こうね、できるだけ体でも乗りながら弾いていってもらえたらいいんじゃないかなと思うんですよね。そしたら曲に合わせるっていうよりかは、曲に乗るっていう感覚が身についてくると思いますんで、こちらも私は生徒さんにおすすめをしておりますっていう2点ですね。まあ、ぜひですね、試していただけたら嬉しいなと思ってます。ということで、早速本題の方に入っていこうと思います。まずはですね、皆さんの手元にあるベースマガジン54ページを開いてください。はい、開きましたね。そしたらまずクマムシにのイケメンが現れます。あったかいんだから、はい、ということですね。今日のお届けするのは課題6、薬指と小指を強化っていうとこですね。まあ、なかなかね、左手の人差し指、中指は動きやすいと思うんですけれども、薬指と小指がね、これがなかなか動かないわけですよね。初心者の方は特にですよ。もうもどかしいもどかしいってなるわけですよね。そう言ってみても、まあ16分符でこっち変えてるんですけどね、M 心にはもうもってこいのエクササイズじゃないかなと思います。はい、ですので、薬指と指、小指をですね、強化していただいて取り組んでいってもらえばなと思ってますんで、そちらの方もですね、早速ではありますけれども、それではですね、せっかくですので、こちら ESP ミュージックスクールからお届けしておりますので、私の生徒さんと一緒に、課題6の薬指と小指の強化を弾いていきたいなと思いますので、皆さん最後まで見ていってくださいね。よろしくお願いします。それではいつものいきますよ。準備はよろしいですか。せーの、いくよし。はい、それではですね、課題6の薬指と小指の強化の部分をやっていきたいなと思います。はい、ESP ミュージックスクールの生徒さんです。それじゃあ皆さんね、やっていきましょう。それでですね、ちょっとやってみたんですけれども、S 気が過ぎるよと、
部分、そのテンポが60でやってみたんですけれども、ちょっとね、早いっていうことだったので、40でやっていこうと思いますんで、ゆっくりですね、やっていこうと思いますんで、ぜひ皆さんももしよかったら一緒に弾いてもらえたら嬉しいです。ということで、それでは、行きたいと思います。いきますよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ですね、最後に、まあ、せっかくなんでね、生徒さんにですね、一人ずつ感想を聞いて、どうやったかっていうところを聞いてですね、終わりたいなと思います。はい、生徒のサカティでーす。はい、どうだったでしょうか。そうですね。やっぱり課題の名前の通り、やっぱり薬指と小指の方を、まあ、集中的に強化できたかなというふうに、まあ、僕は思いましたね。はい、ありがとうございます。はい、それではね、生徒のケイさん、よろしくお願いします。もうなんか、薬指と小指のこの付け根がかなり痛いので、うん、いいトレーニングだと思います。おー、皆さんね、素晴らしいコメントをね、いただきました。皆さんいかがだったでしょうか。またね、次回もですね、課題7のところをやっていこうと思いますので、チャンネル登録して皆さんぜひ見てください。ということで、ESP ミュージックスクールの生徒さんでした。皆さんありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。